はい、どうも、たゆみこです。旅行、残りあと1日、旅行じゃないわ。前回の動画では、オープンウォーターダイバーの勉強の様子を紹介しています。まだ見ていないよって方は、前の動画も見ていただけると嬉しいです。今回は出発まであとわずかなので、課題のラストスパートに取り掛かっています。そして荷物の最終確認もしました。心配性なので忘れ物がないかドキドキでいっぱいです。それでは、ご覧ください。残りあとファイナルエグザムだけ。ちょっとチラッと見てみようかな。どれくらいあるか。中断せずに受けてくださいってことなので、今日はここで終了したいと思います。私あのバイト先で今日めちゃめちゃ進めてきて、見てください。今日あと最後、オープンウォーターダイバーファイナルエグザム。これを終えたら無事。まあ、オプションとかいろいろあるから、それも読まなきゃいけないけど、なんだろう、まあ、ざっくりとした本当に終わりが、やっとこさ、見えてきました。イエーイ！ということで、最後のテスト、受けていきたいと思います。50問もある。やば。昔のことすぎて覚えてない。面白い、これ。このサインは何ですかってやつでさ、騎士の友人に手を振る。これはトラブルです。助けてくださいって意味。でもさ、パディの回答好きなんだよね。ダイバーが頭を水面より少しでも高く上げようとしてもがき、マスクを顔から外し、スノーケルやレギュレーターからも口から外しており指示に反応しません。このダイバーはっていう選択肢でさ、エキサイティングだったダイビングに興奮している。岩井さん、板倉さんが芸人さんの中ではすごく好き。だからネタ、ね、顔も好き。でもネタも好き。だネタを一番好きなのは陣内さんと東京ゼロさんだけど、待って、試験最初からかも。もう最初からになっちゃいました。悔しい。絶賛2回目。あー悔しい。もう30問ぐらいまでいってたのに。50問が全て終わりました。イエーイ。ということでクイズの結果見ていきましょう。イエイ、 96%。 うわ、 100% 超えんかった。2回目やのにな。けど頑張った。はい、ということで、もう満面の笑顔。見てください。え、何日かかったんだろう。いつからやったのかな、ちょっと覚えてないな。いやー、ということでね、結構長かった。いや、よかった。前日1日で終わるやろとか思ってたけど、マジで1日にしなくてよかった。本当に1日だったら多分沖縄行けてない。はっ、パディオープンウォーターダイバーコースのなんかメールが届いた。You are exam status。ということで、なんか英語めっちゃブヤーって書いてあるんだけど、まあ、とりあえず、あんた取れたで、みたいなことが多分書いてあるんでしょうね。無事に終わったので、次は出発です。いやー、正直もうめっちゃ緊張してるよ。もうとりあえず、覚えたいやつは、です。エアがない。エアをください。エアをください。やっとスタートラインに立てたと思うので、これから行って頑張っていきたいと思います。この前、一応パッキングしたんですけれども、一応最終確認を今していました。特にね、大きい荷物、なんか増えた感じとかではないんだけど、いや、1点ね、結構大きいもの増えました。ポロロロロロン。ウクレレ。今日、ボイストレーニング行ってきたんですね。したら先生に、え、だったらウクレレ1曲ぐらい言えれるようになって帰ってきなさいよって言われて、せっかく沖縄行くんだから、そう、いい背景で練習をしてきたら、やれるようになるって言われて、ポロンポロンウクレレを持っていきたいと思います。勉強ノート、ゆれ組、やっほー、フワちゃんだよ。向こうで行って向こうで捨ててこればいいと噂のインスタントカメラ。
手洗いうがいもちろんするんですけれど、ちょっと洗えないよって状況の時にテピカジェルも、使用期限過ぎてるけどええのかなみたいな、まあ、いやこれはまあちょっと向こう行った時に、こういう感じでリュックコンタクトね、あのたくさんの人からちょっと多いんじゃないって言われたから一箱だけにします。あのコロナ禍なので明日は検査をしてみます。いやーね、昨日無事に終わって今日は出発まであと1日ということで、じゃじゃん、新型コロナ抗原検査キットを受けたいと思います。早速開封していきます。おお、唾液を採取する前に頬をリラックスさせ指で30秒間マッサージをします。こんな感じ、待ちます。ちょっと時間があるので手話の勉強をしたいと思います。右と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 当てる前に朝がくれば通報の涙が戻ってくる。はい、ということで経ちました15分、結果を見てみたいと思います。一本線であれ、いきます、せーの、じゃん、一本線でした。よかった、無事なんとか沖縄に行けそうです。一応ね、沖縄の方でもあのコロナ対策万全にして挑みたいと思います。それでは行ってまいります。はい、ということで今日の動画も見ていただきありがとうございました。課題をようやく終えることができて安心しています。次回の動画ではとうとう沖縄に出発します。この動画良かったよって方は高評価ボタンを、そしてコメント、チャンネル登録お待ちしております。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。